かかせる。はい、じゃあ次ちょっとセルフトンパいきます。あとちょっとやってもらっていいですか、皆さんのセルフトンパ。セルフトンパ のスキルの基礎でいうと、ボールを触る方の足、片足立ちします。でそこから足を入れ替えるような形でジャンプして入れ替えて、その時にボールを触る。でそのままボールを触った足を地面に落としていく。でこの時にしっかりと懐の中にボールを入れていく。これがまず基礎です。トントン。でよくあるのが、このボールを触る前にこっち側の軸足をついちゃう、トントントンっていう形になっちゃうんですけど、そうじゃなくてトントンっていう、このボールを触る足と一緒にできるといいかなと思います。はい、これやろうってなっちゃったら、もう力入っちゃって、この持ち出しの後が引っ掛かっちゃった。なるほどね。このボールを運び出す場所っていうしか、はい、例えば左足だと思うんですけど、こういう状態でポンと打った時にそこでやるから、はい、で相手がここに行く時にここに出すから、ただのこれだけでここに行く時にここに出せたら多分取れないですから、はい、でもし相手が来たらここで入れ替えです。入れたから入るからって思ったら、このチャンス逃したらあかんとか、なるほど、怖いことある。実践的なところで、うまいですね。クオリティも高いし、タイミングもバッチリで、置きどころも多分見てますね、僕の動画置きどころとかちゃんと意識されてるから、お前大阪あ、そうですね、この辺もね練習しましたちゃんと置けてるもんね、軸足側にね。身体操作において一番自分が有利な状況っていうのは、重心をなるべく動かさないことです。ただ動かさなければ相手の意識だったり、相手のね重心をコントロールすることはできないので、動かしてるように見せるっていうことが大事です。そのテクニックとしてあるのが、ボールはもうほぼほぼ動かさない。じゃあ何を動かすかっていうと、一番最初に重心を動かしてボールを運び出す。そうすると重心から先に行ければ、相手の意識っていうのは動かしやすい。なるべく自分がたくさん動いてるっていうように見せれると、めちゃくちゃ抜けます。そう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 。で今多分ここで作った時にこの辺からグーってやってるんです。はい、なのでその時に右足をここに置けたらこれだけですよね。そうです。なので多分こういうマーカーを使ってまず体に落とし込んでもやってることができます。
のは、ここから今もう軸ずらしでボール出てます。そしたらボールってほとんど動かすしかなくて、ここからボールを動かすふりしてやっていくと、めちゃくちゃ多分このプルプッシュを読んでるだけにいいと思います。今後のワンデークリニックの開催情報は主に公式 LINE で配信しています。ワンデークリニックに興味のある方は概要欄にある公式 LINE の URL から登録の方よろしくお願いします。